利用できると思います。そんなところでしょう。2階に穴があるのでリスクがあるかもしれませんが、今はもさ壁の方で横になってください。何をぼーっとしてるんですか。応急手当をしないといけません。かなり痛いですが、崩壊エネルギーを過量使用した時ほど痛くはありませんから安心してください。それとも心の準備の時間が必要ですか。よく聞こえません。もう一度言ってみてください。では横になってください。崩壊エネルギーの侵食はもう循環器を通して手足まで伸びています。何を考えているんですか。命が惜しくないんですか。誇りに思っているみたいですね。ならちゃんとお仕置きを受けてください。応急手当を開始します。我慢してくださいね。これは天命科学研究部門の最新の成果、崩壊エネルギーを一般的なエネルギーに転換する携帯型装置、月の輪です。テレサ主教の話通り優等生なんですね。はい、これはムーンライトスローンの派生応用技術です。性能もパワーも本物のムーンライトスローンと比べられませんが、携帯可能で個人の作戦で使えるという利点があります。しかし今必要なのは崩壊エネルギーを転換するパワーです。装置はすでに起動しています。生物識別システムが認識した後、あなたの体内にある崩壊エネルギーを吸収し転換を始めます。ですがあくまで応急です。月の輪はあなたを完全には治せません。もう少し自分のことを考えてください。それと治癒による拒絶反応もそろそろ始まります。弱音を吐かないんですか。強い子ですね。ですが辛い時は我慢する必要はありません。拒絶反応は長く続きません。目を閉じて楽、私が守りますから隊員。どうでしたか。少しは良くなりましたか。ならいいんです。お礼は私ではなくアインシュタイン博士に言ってください。少し確認します。顔にあった痕跡もだいぶ消えましたね。ですが完全になくすには専門的な治療を受けないといけません。安静にしてくださいと言いたいところですが、その調子ではまあ構いません。月の輪を装着すれば侵食がひどくなるようなリスクは防げるはずです。約束してくれるなら任務復帰を許可しましょう。